アメリカのピーナッツバター、香港のピーナッツバター、花池ジャンピーナッツバターは、ピーナッツから作られた食品、スプレッド類、パンに塗ったり、和え物の材料にして食べる。中華料理では、花池ビシオとして、様々な料理のタレの材料に用いる。家庭のみならず、アメリカの学校給食の場でも、ピーナッツバターとジャムの、サンドイッチなどに活用されてきたが、 2012年、学校給食の規定が、栄養バランスを考慮した内容に改正されて、以降、穀類の過剰摂取を防止する等の理由により、寄付される例も見られるようになった。アフリカ料理では、マフェなどの煮込み料理や、スープの材料として使われる。ピーナッツをあらかじめ十分乾燥させてから摂取160度で30分ほど、丁寧にいって、香りを高めるとともに水分を除去する。 薄皮と灰皮、ふるいで除き、粗く砕いてから、バターミルでよくすりつぶして練り込む。ピーナッツに50%以上含まれる油分によって、ペースト状に変化する。これが100%純粋なピーナッツバターである。風味を増すため1から3%の食塩を加えたり、砂糖や油脂を加えることもある。スムースなすりつぶし、タイプと他に粗く砕いたピーナッツが含まれているものも、 ある。日本では甘みをつけたホイップタイプのピーナッツクリームが広く流通しているが、海外では無糖で固めのピーナッツバターが一般的である。バターという名前は外観からつけられたもので乳脂肪分は全く含まれていない。ピーナッツバターはエネルギーが豊富で、タンパク質、食物繊維、不法和脂肪、マグネシウム、亜鉛、カリウム、ビタミン E などが含まれる。 文部科学省、日本食品標準成分表2015年版、厚生労働省、日本人の食事摂取基準 http コロンスラッシュスラッシュ ndp.null.usda.gov スラッシュ給食から消えた、不健康、メニュー、生徒の要望で復活 CNN2017 年3月3日、閲覧世界のピーナッツバター市場は2027年まで、 CAGR5% で成長する見込み。レポートオーシャンのプレスリリース。ありがとうございます。